円安が進み街から上がるのは生活への不安の声。すでに始まっている物価高の影響を名古屋の大須商店街で聞いてみると、おむつはやっぱめっちゃ使うので、そう、上がるとちょっと厳しいなっていうのはありますね。子供がいてお金もかかるし、電気代とかもめっちゃ高くなってるじゃないですか。なんかエアコン、そうですね、一日中寝る時もなんで、もうすごい高いです。おむつや電気代の上昇は特に小さな子供のいる家庭を直撃しているようです。他にもガソリン代とかがね、やっぱり1回満タンにするときに明らかに高いな。あ、でも携帯は高なったな。なかなか、ね、買い替える機会っていうのはないですけど、高いですね。コロナ禍もあって、まあ、景気厳しい中でやっぱ全体的に、ね、お給料とかも下がってる。収入と反比例する物価の上昇で生活への影響が強まっていますが、中でもやはり大きいのは、油、小麦は特売じゃないと高いな。夕方ぐらいが生鮮食品が安くなるんで、それでまとめ買いみたいな。油かな、油高くなったね。天ぷら油とかね、千ミリのが140円ぐらいで買えたのが200円近くになって、今なんか300円出てるもんね。だからあれは異常だね。必需品である食料品の価格上昇は家計を直撃。買い物終わりのこちらの女性、物価高への対策は、ちっちゃい500だとやっぱり高くつくからね、500、3本買うよりはやっぱり大きいのを買った方が少しでも安かなと思って。野菜の天ぷらが大好物ということもあり、少しでも安くなるよう知恵を絞っていました。一方、飲食店では、チキンですね、そちらのビーフですね。お肉も高くなって、小麦粉とかいろいろ野菜、マヨネーズ、ソース、ケチャップ全部長居してるですね。大須で17年間店を構えるケバブの専門店では、ブラジルなどから肉や調味料を輸入しているため、円安が直撃。悩んだ末にほとんどのメニューを100円値上げしました。それでも看板メニューだけはワンコイン500円に据え置きました。だ、みんなに美味しい味を食べさせたいね。中学生とか大人も誰でも買えると思います。釣り益減ってます。まあギリギリでやってます。電気と節約とかスタッフとかなんか全部気をつけてやらないと、もう赤字になりますね。商店街から聞こえてくる悲鳴。取材を続けていると、油の話をしていた60代の女性を再び発見。スーパーを変えながら少しでも安いものを探し歩いていました。たくさん買ってきた。バスと牛乳かな、10円ぐらい違う。今後の生活への影響が注目されます。